どうも、ハイチーです。今回はですね、皆さんにあるお願いがあって動画を撮っております。まあサムネイルとかにもね、ちょっと出てると思うんですけど、えい、この男の子、ちょっとイケメンなんですけど、はい、ね、ヒガムなんですけどね。で、このイケメン男子の名前を考えてほしいんです。で、まあこれね、雰囲気とか自分が突然こんな動画をお願いしてるので、なんか変なことやんのかなっていう感じがするかもしれないんですけど、すごい大真面目なプロジェクトで、しかも勉強関係のプロジェクトなんですけど、で、今ちょっと前からね、そのあるプロジェクトに参加させてもらってて、そこに登場するキャラクターなんです、この子で。ほんと自分以外にも、まあ、これをね、イラストもさ、プロのイラストレーターさんが時間をかけて描いたものだし、ほんとにプロの方が集まってる真面目なプロジェクトなので、ぜひね、力を貸してもらえたらと思います。で、フルネームでもいいし、まあ、雰囲気をちょっとね、見てもらって、フルネームでもいいし、下の名前だけでも構わないんで、このコメント欄、でもしくは自分のメールに送ってもらっても構わないんですけど、基本的にはこの動画のコメント欄に、フルネーム、もしくは、下の名前、のみを書いてもらって、であと結構その漢字で書いてもらうと読み方がね、ちょっとおっちゃんと間違ってしまうことが多いので、みんながちゃんとその漢字と読み方もセットでね、必ず書いてみてください。で、まあこれだけでもね、イメージちょっとなんだろう、膨らますことができるかもしれないんですが、せっかくなんで、実はこれ CV がキャラクターボイスがちゃんとねあるんですよ。なのでちょっと喋ってもらおうと思います。どうぞ。ハイチ先生、紹介ありがとう。俺の名前みんなにつけてもらえるなんて嬉しいな。俺にぴったりな名前考えてね。楽しみに待ってるよ。はい、という感じでね、もうイケメンでさ、声もかっこいいとかって、もうなんか当てつけかって感じですけど、まあこの、ボイスはもう決定してて、この子はこの、キャラクターボイスでなってます。はい。で、年は年というか、一応大学生の設定になってますので、まあ、そこは名前ね、あんまり影響しないと思うんですけど、まあ、大学生で、この顔で、この顔とか、このイケメンで、さっきの声、そっからイメージする名前をですね、もちろん男性女性関係なしに、ちょっと書いてもらえたらと思います。はい、という感じで、ちょっとね、突然変なね、お願いをしてしまって申し訳なかったんですが、ぜひね、皆さんの力を貸してください。で、締め切りは4月1日となっておりますので、まあ、そこを目処に、書いてもらえたらと思います。で、最後にちょっとだけお願いなんですけど、今回コメント欄にね、基本的に書いてもらう理由は、そのプロジェクトね、すごいいろんな分野のプロの方がちょっと集まってるんですけど、その方たちがみんなのコメント欄に書いた、そのなんだろう、考えてくれたやつを見るんですよ。コメント欄なら誰でも見れるから。で、それを見て打ち合わせするんですよ。どんなんがいいかな、これとか良くないみたいな。で、そっから使わせてもらうかもしれないわけ。まあそっから絶対使うっていうまだ保証はないんだけど、だからちょっとこうふざけてのノリでやってみたみたいのをちょっとやられると、うん、まあ自分だけじゃなくて他の方にちょっと影響が出てしまうので、できればこう本当に考えたやつだけを書いてもらえると助かります。はい、ちょっとわがままで申し訳ないんですが、よろしくお願いいたします。